時間圧縮って、何？簡単に言ってしまえば、全時間軸の世界を全て一つにすることです。そして、私たち以外の存在を消す。なんでそんなことを。なぜって、それが私の使命だからです。ですが安心してください。今の私にはできないこと。そして昨夜の目的は幸せな世界を見つけること。あなたのように世界を繰り返し、疲れ果て、次の昨夜に託す時こそ、私の時の力が重複される。もし、幸せな世界を探すことを諦めた時が来たら、私は時間圧縮の使命を果たす。そう、次の昨夜に託すことをやめればね、どうせ私たちだけが残るのですから、なくてもいい世界でしょう。いくつか質問いいかしら。何でしょうか。他の世界の私たちも、同じように繰り返し、今も過去に戻ってやり直してるのよね。つまり、今のあなたのような人がいるなら、この世界に来る可能性や、どうか死に現れたりしないの？それはありえません。どうして？ここの世界は時の空間、時を操る者以外は入れない、常に時間が止まってる世界なのです。私たちは時を操る、なので違和感は感じられませんが、指定した時間に現れることはできません。わかりますね。まあ、過去に戻った時に思ったわ、時間がバラバラだって。こんな壊れた世界に用もないでしょうし、お互いに自信の強化、そして理想とする世界を求めているのですから。大きな力を集めた私を探すより、不特定に寄せ集めた方が効率がいいです。それだけ平行世界と時間は無限なのです。それとさっき言ってたけど、なぜ人間界の建物がこの世界に、私の世界にも現れたわ。能力は自身の思いに影響されます。心や魂、時の力を使えば使うほど空間が歪み、別のものが混ざり合ってしまうのです。つまり、私の心を形にした世界ってこと？そうですね、イメージは心、自然と昔のものから、世界が形を変えていく、ですが誰も戻ることはない。自然と、時間をかけて、ゆっくりとね。どうかした場合、私はどうなるの？時の力と魔女の力、そして記憶が重複されます。意志は能力である私と、今のあなたのみ、入れ替わりは自由です。魔女の力は無理ですが、どうかなどしなくても、平行世界へ行ける力は与えられます。ですが、平行世界は別の世界、敵の強さも状況も、誰と仲がいいかも変わってくる、予測ができません。それと、あなたは時の力で若さを保っていますが、不死ではない、敵の攻撃か、時間の狭間で消えてしまう可能性があります。それは、永遠に過去に戻れるわけじゃないってこと？そうです、あなた自身の時間が壊れる、そういう意味も含め、意志を引き継ぎ、どうかを繰り返す必要があるのです。でも、不死と言ってもエイリンは死んでるじゃない、レミフラー相手じゃ。やっぱり、確かに、終焉の力相手では、不死などの意味でしょう。繰り返すという力に、終わりをもたらすものですから。ですが、完全となれば別です。死が存在しません。終焉の力で消されても、時間が経てば再生される。魂が冥界に行くこともない、完全な不死です。そんな力、一体どうやって？これですよ。何これ、大いなる範囲って。世界最初の魔女ですよ。魔法使いや、各種の妖怪、吸血鬼なんかも、この魔女が始まりとなって生まれたそうです。昔々、ある大地にハインという魔女がいました。支配に疲れたハインは。しかしなぜ完全な不死とならない、魔力もほぼ通常に近い、いくら重複しても大した変化がない。これでは、いくらやり直しても、レミフラを倒すことができない。あのカオスの存在も厄介だ、時の力が一切通用しない、何度殺されかけたか。ねえ、この話本当なの？ちょっとした神話じゃないの。おとぎ話とはそういうものです。言い伝え、恐れられていたもの、予知、貴族など。ですが実際に過去に戻って存在はしていました。どうやらレミフラを倒そうと目論んでいたそうです。レミフラってそんな昔から存在してるの？数名の魔導士たちによって拘束され、力を分裂し、今のような二人になったそうです。面倒な魔導士がいたので殺しましたが、ハインの復活はないでしょうね。ハインって、結局何なの？魔女の力としてのハインと、抜け殻のハインって分かれたのよね。ハインとは、その不死と魔力という能力そのものでした。私はそれを受け継いでいるのです。じゃあ、抜け殻の方って、ハインに石を乗っ取られていたってことなの？あるいは、私と同じように石を混合させているか。ハインの抜け殻、つまり肉体の方の名前は、アデルという名前らしいです。アデル。不死で冷酷な魔女、二つの体を持つ神、力と魔力を司るもの、呼び名は様々です。それで、どうしますか？どうかしますか？最後に二つ聞きたいわ、あなたの中で、レミフラをどうするべきだと考えているの。それと、どうかなんてせずに、またそのハインってやつから、魔女の力を受け継げばいいんじゃないの？まず、レミフラに関しては正直どうとも思っていません。レミリアとフラン、両者を殺すか、どちらか生かすかの違いだけ。そして魔女の力だけでは重複されません。私の能力ではないからです。時の力によって圧縮し、私の能力と同化させています。つまり、二つの力の素質を持つあなたの母でしか、不可能なのです。なので少々面倒ですが、母に継承した後、先の未来のあなたに出会う必要があるのです。わかったわ、あなたと同化する、やれるだけやってみるわよ。
このまま終わるなんて嫌だもの、冗談じゃないわ。次こそは、絶対に救ってみせる。わかりました。同化する前に、いくつか注意点があります。何よ。記憶の重複がされますので、あなた自身がどう感じるか、考えが変わるか、それはわかりません。永遠とも思える、繰り返した苦痛の時間、諦めの心、レミフラに対する怒りや憎しみ、幸せを手に入れたい思い。それらが全て入り込み、あなたの記憶として混ざり合います。あなたはどうだったのよ。私は、やり直し、なんとかしたい思いでいっぱいでしたね。なら大丈夫じゃない、私も同じ昨夜だもの。それと最後に一つ、平行世界に向かった場合、あなたがもう一人存在します。消すなり同化するなりしてください。どうして私がもう一人いることになるの？過去は世界が戻った、という形になりますが、平行世界の場合は、自身が向かったになります。なので、別世界にお邪魔する状態ですので、必然的に自分がもう一人いるのですよ。そういうことか、わかったわ。それじゃあ、始めますね。なるほど、悪くないわ。だけどこの姿じゃ怪しまれる、いつもの私で行きましょう。次こそは、絶対に。ここは、一体どんな世界なのかしら、まずは私を見つけないと。メイリンがいるわね、私自身の気が変化したりしてるのかしら、力には気づかれないようにしないと。ふう、妹様の部屋もこれで綺麗になったわ。図書館はコアに任せたし、あとはお嬢様の部屋だけね。お嬢様、そろそろ帰ってくる頃かしら。悪いわね。さて、どうしましょうか。どうやら同化は、本人の同意の意思が必要みたいね。だけど、同意を求めて起こしても、騒がれるだけか、今までは殺してきたみたいだし、私もやるしかないか。記憶としては残ってるけど、自分を殺すのは気が引けるわね。悪いわね、これも全てみんなのためよ。すごいわね、圧縮する力、一瞬だったわ。意識を失っていれば、能力は発動されない、だから時間でも影響が。これは選択しておかないとまずいわね、その後時系列を把握しましょう。はぁ、一仕事終えたお茶はうまいわね。霊夢。あら昨夜、どうしたの？最近解決した異変は何？最近って言えば、エイリンが起こした異変くらいじゃない？あんたも一緒に戦ったじゃない、何言ってるのよ。エイリンが起こした異変、その前の異変は？え、サナエが私の栄養妨害した件くらいじゃない？なんでそんなこと聞くのよ。この世界に邪神は現れていないの。邪神、何よそれ。あれ、ソフィアは？え、ソフィア、ちょっと昨夜、さっきから何言ってるのよ、大丈夫？あ、そうか。邪神が現れなければ、ソフィアは幻想郷に来ない、そんな世界が存在するなんて。思い出してきた、邪神が現れないということは、この後エイリンがあの異変を。くっそ、記憶を修復した後のイメージが違った、記憶の量が多すぎて、全てが鮮明に覚えられていないじゃない。ということは、この後エイリンが薬物を打ちに来る、その後は決め丸か。あれ、先にエイリンを止めた後の世界、その記憶がない、なぜ試していないの。ちょっと昨夜。さっきから呆然としてるけど、どうかしたの。あ、いえ、なんでもないわ、邪魔したわね。ちょっと。なんなのよ、変な昨夜ね。あった、通り道にいなかったし、まだ中にいるわね。お嬢様、なぜ永遠亭に。うん、誰か来るわね。師匠、それでは薬を打ってきますね。気をつけてね。冷戦も被害者だったかしら、だとすれば、エイリンを説得できれば。だけど、目的がわからない。もし、エイリンが誰かに操られていたら、まさか邪神だってことはないわよね。だとすれば、私たちが死ぬ前に襲うだろうし。ふむ、少し試してみましょう。いいわ、一度で成功しようとは思わない。いろいろ原因を探ってみないと。おや、あなたは、確か。昨夜よ、いざよい昨夜。ああ、デミリアさんのところの。デミリアさんならお帰りになられましたが。あなたに用があるのよ、少し話しましょうか。私にですか、構いませんが。どうぞ。失礼するわ。私に用とは、一体どのような件で。あなたが作ってる薬についてよ。と、言いますと。あなたがこれからやろうとしてることよ、わかるでしょ。なるほど、わかりました、話しましょう。心配しないで、口外するつもりはないわ。昨夜さん、あなた一人でここに。
そうよ、それがどうかしたの？いえ、聞いただけです。